2018年ドライバーズチャンピオン、コリン・ターキントン・ブランド・ハッチでのレースの開始2018年のイギリスツーリングカー選手権は、イギリスとスコットランドで開催された生産ベースのツーリングカーでのモーターレース選手権。ダンロップが講演。プロのモーターレーシングチームと一般向けに販売され、年のイギリスツーリングカー選手権の技術規則に準拠した。 ファミリーカーのコードに改造されたバージョンで競う個人資金のアマチュアドライバーの組み合わせを特色とする。2018年シーズンは第61回目の英国ツーリングカー選手権シーズンであり、次世代ツーリングカー技術仕様に準拠した車にとって8回目のシーズン。2018年シーズンはシリーズ開始から60周年を迎えた。すべてのチームとドライバーは、 英国のレースライセンスの下で競い合う。チャンピオンシップカレンダーは2017年5月26日にチャンピオンシップオーガナイザーによって発表され2017年シーズンからすべてのサーキットは再びラウンド開催したが唯一の変更はロッキンガムモータースピードウェイとノックヒルレーシングサーキット切り替えでのラウンド。2017年10月 BTCC のボスは スネターテンモーターレーシングサーキットがシリーズの60周年記念式典の一環として今シーズンの特別延長レースの開催地になると発表していた。ありがとうございます。